ミニ白菜の芽が出てきました。ちょっと結核があるところはもう一度そこに種をまこうと思います。このままだとガなどの虫に卵を見つけられてサクサクっと食べられちゃうので、防虫網をかけて対策しようと思います。で、何か防虫網いいものないか頑張って作ってみたいと思います。